パウツクペパウツクツクペツクボス。ホリエモンチャンネル。皆さんはお仲間なんですか。さっきお仲間みたいな話をされて。もともと一緒にやってたわけじゃないんですけど、お互い日本人で、はい、まあ、動画をやってるってことで、一回僕らの動画に出てもらい、一回どころじゃないです、ね、2、3回出てもらったことがあります、うん、私一人で勝手に来たんで、友達とかあの仕事の人もいなかったんで、うん、山下さんっていうワンホン、あのネットインフルエンサーすごい有名な方に一方的にメッセージを送って、はい、出させていただきました。へー、うん、すごいですね。なんで上海来たんですか。上海来たのはなんか芸能をやるつもりでもともと来たというよりもずっと中国に行きたくて、で事務所、その時グラビアやってたんですけど、事務所を辞めたいって結構言ってて、中国行きたかったんで、で事務所の人がだったらこっちで日本で学校行きながら準備しながら活動すればいいじゃんって言われたんで、で中国語の学校行きながらインスタでつぶやいてたら結構中華圏のフォロワーがバーって増えて、なんでもうやめて一人で行っちゃおうと思って来ちゃいました。そうなんだ。なんで中国行きたかったんですか。なんか結構私日本で社会不適合者というか、はい、あんまり合わないんです。結構いろいろなんか行きにくくて、で、はい、結構海外ばっか行ってて、で中華圏の友達が多かったんで。あ、そうなんだ。そうなんですね。で中国語喋りたいなんかなと思ってて。もう今完璧に中国語喋れる。いや、まだまだ勉強中です、はい。上海に住んでるんですか。上海に住んでます。ザザさんは上海の人、はい、私は日本と上海のハーフで。あ、ハーフなの。はい、そうです。生まれはこちらですか。あ、生まれが日本、はい、あ、そうなんだ。で、コスプレイヤーとかやってるんですか。はい、コスプレイヤーとかモデルとか、あとなんかネットでライブとかして、うん、ウェイボーに、はい、いろいろ、うん、出て、はい、いろいろ変えたりとかしてるんですね。メイクがすごいよね。独特な、ね、はい、髪色も素敵で、はい、ありがとうございます。あ、そうなんだ、うん。で、こっちで渋谷さんはこっちで、先ほど言っていただいたんですけど、映画撮ったりネットドラマを撮ったり、うん、あと、まあ、ズボー、あー、ライブ TV とかも、ライブなんていうの、ライブチャットもやったことあるんですけど、はい、ちょっとあんま合わなくて やめて、はい、結構芸能っぽいことやってます。へー、はい、それはもうなんかギャラをもらうみたいな感じなんですか。そうですね、その、ベーシックサラリーがあってプラスコミッションみたいなのでできるんですけど、なんか私インフルこのフォロワーがすごく増えたのって結構セクシーなものが自分が好きで、自分が頭の中に浮かぶものを作ってプラス英語と中国語で書いてたから増えただけで、なんか人をこうなんだろうコロコロしたりとかそういうのが向いてないんですよね。人をコロコロする、そう、なんかなんていうんだろう、ライブチャットだとやっぱこの理由、プレゼントを煽るんですよ。結構中国人の子ってすごい得意 で、ね、中国のライブ生主って、うん、なんかこうプレゼントお願いっていう、特にあの女性生主は日本だったら露骨にやったら結構叩かれるんですけど、うんうん、こっちの人たちっていうのは煽るんですよ。こうなんか閲覧者が何人とか、なんかこれなんか何円くれたらこれやってあげるよとか、なんかそういう煽りっていうことですよね、多分。プラス結構もうルールが規制がある時で谷間も絶対出しちゃいけないし、かといって全部もう長袖長ズボン着てちょっとセクシーなダンスしたらそれでもうバンみたいなのとか。そんな厳しいんだ。厳しいです。ダンスだけでダメなんですか。そうですね、ちょっと性的表現だみたいなので、そうで、あんまり3回中止食らうともうお金もらえないみたいな感じなんで、ちょっと向いてないなと思ってやってないですけど。結構最近中国のライブプラットフォームは契約するときに服装の規定とかがあるんですよ。契約書の一部添付ファイルに服装の写真とかがあって、こういう服装はダメでこういうのは OK ですっていうのがあって、ちょうど2年前ぐらいからですかね。そうですね、私が来た時にはもうそんな感じだったんです、うんうん。それね、中国のガバメントの規制なの、それは。
どうなん一応あのライブプラットフォーム の契約するときの規定ではありますけど、ただその中国政府がライセンスを出すとか出さないとかのところの話ではないんだ。そこまでではないと思いますけど、ただテレビあの中国のテレビ番組でもあの、うん、有名な女優さんが谷間を露出しすぎるのであのそこがカットされたりっていうのはあの普通にありますし、あと中国で結構有名な王者の栄養っていうあのゲームが各あの女性キャラもいるんですけど、あのそういった女性キャラのコスチュームがあまりにも過激なので、ちょうど半年前ぐらいですかね、全部こう書き直されたっていう。じゃあ中国でなんかそのアダルトビデオとかさ、みんなどうやって見てんの？ネットでダウンロードしてる？それは海外のサイトとか見ちゃってんの？オフィシャルで流してるっていうのは基本的に NG なので、ねえ、青い空ちゃんとか有名じゃないですか。そうですね、日本人だとね。じゃあ青い空ちゃんの AV 見たことないんですかね、中国人の人。多分ほとんどの方が20代後半とかであればみんな見たことがあると思います。それはどうやって見てるんですか？中国にはなんか闇のネットがあるんだ。あ、闇のね、はい、そこには上がってるんですか？それなんかダークウェブ的なものだ。ね、なんか会員設とか、なんかお金払ってネットに載って、それでその上では見れるんです。普通のネットでは見れませんね。ダウンロードもできません。だからみんななんかそういうところに行っちゃってんだ。そうですね。あのそこまであの露骨ではないですけど、例えばあのバイノーラル音声。ASMR っていうあの機材を使って結構ささやくようになんか綺麗なあの女性とかがこうささやくようなあのコンテンツがあったんですよね。それは耳元でなんかセクシーな声を出したりとか、何かこうゼリーを食べたりするようなものをなんかこう聞いて、例えば寝る前にそれでリラックスしたり、ちょっとこうエキサイティングしたりっていうようなコンテンツがあのライブでは1年前ぐらいまで可能だったんですけど、あのちょうど半年前ぐらいからそれも NG になったんです、すべてのプラットフォームで。で、そういったものはもうそういう生主の人とお金のやり取りをして、そうやったら音声ファイルをこう送ってもらうとか、 あとはウェイシンの会員登録、あの公式アカウントであのお金を払ったらなんかそういうものが手に入るっていう、どん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 そういうコンテンツはクローズドになっていることは結構事実ですね。なるほど。政府はどういうふうにするつもりなんだろうね。だから表向きは禁止だけど黙認みたいな感じなのかな。そういう意味に考えると日本って自由ですね、相当何でもありですもんね。そうですね、相当何でもありだよね。何でもありです ね、うん、ただなんかリアル人間のそういったコンテンツって結構厳しいのかなと思うんですけど、 VTuber がさっきの話にも関連しますけど、もっともっとポン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 出てきたら、あれって結構匿名性があるので、あと人間にどんどん近づいていくグラフィックとかもあるので、なんかそういった機能を使ってそういったコンテンツも出てくるのではないかなとちょっと思ってますね。バーチャル すぐ規制されそうですけどね。だけどなんかこうバーチャルセクシーアイドル、そういうのも出てくるんじゃないかなと思って、日本だったらそこまで表立ってはないですけど、でも今ねすでに VR とかで、そうですよね、そういうのも来てるから。 それじゃああれなんですか、中国人が日本にすごい今たくさんインバウンドで来てますけど、そういうのを求めてきてる人も多いのかな。多いと思いますけどね。ねえ、そういうの多そうな気がする。すごい、ちょうど知り合いであのそういう AV 女優の方に会えるツアーを企画してるあの中国の人がいますね、なんかそういうのすごく求心力があるらしくて、やっぱアイドルに近いですね、彼らの認識は。多分見てるコンテンツがその普通のコンテンツじゃなくてその AV とかそっちなんで、私とか例えばバイドゥで検索すると結構セクシーな写真が出てきて、もう AV だみたいな、グラビアの概念がないんで。あ、なるほどなるほど。 AV 女優だなって思われてますね。でもさ、世界的に見るとさ、コスプレイヤーもさ結構なんかセクシーな感じで写真アップしてるコスプレイヤー、結構露出度高いですよね。
でもコスプレはコスプレで、うん、なんかセクシーな写真はセクシーな写真って。ああ、そうなんだ、はい、でも今なんかコスプレもここまで。ここまで、はい、え、あの胸の谷間はこれ以上見せられないみたいな。そう、へえ。っていう規制があるんですか、はい、そうです。昔はなんかこんなのもできるし、うん、今はもうここまで。なんかコスプレイヤーさんこそ露出度が高いものをなんかあえてね、うん、やるイメージがあったんで、うんうん、ね、そうね、そこも規制がかかってるんですね。そうです。中国なんかあとなんか、うん、コミックマーケット、コミケ、はい、昔はいろんな服でも着れるし、なんかスカートの中にも何も着なくてもいいんですけど、去年でもよかったと、はい、去年からはなんか去年から規制がかかったと、はい、大変ですね。そうですね。あ、特になんか中国の国産、あの中国のコスプレイヤーさんはいいんですけど、時々あの日本のコスプレイヤーさんが例えばウェイボー上でアカウント開設して写真アップしたりするんですよ。あのいおり萌えさんとか五木あきらさんとか結構あの日本で有名、えなこさんとかで、彼女たちって結構セクシーなあのコスプレもやるじゃないですか。やりますね。あれでちょうど去年あたり一回いおり萌えさんのアカウントがあまりにもセクシーだからっていうので凍結されたことも、ちなみに私もその時に凍結されたんですか。はい、なくなりました。え、なんで復活したんですか。大丈夫ですか。あ、作り直しました。復活できなかった。作り直したんだ、はい、一から作り直すんだ。大変だな。大変ですね。え、それはもう勝手に凍結されるんですか。そうですね、ログインしようと思ったらあれないみたいな感じですね。ショックですね。そうですね、そこから谷間を控えてます。なるほど、はい、でもまた復活したらフォロワー集まるんでしょ、うん、まあ戻っ、うん、そうですね、元のようには戻らないが、うん、ちょっとずつまた増えていくみたいな、っていう感じでしたね。あ、まあ、日本でも AV 女優のアカウントとかたまにバンされてますけどね。そうですね、なんかあからさまにそういう写真だとされてる気がしますね。上海で行われたホリエモン祭りでは、中国で人気のアートディレクターオフィス339 CEO の鳥本健太さんと、鳥本さんがプロデュースする人気タレント宮崎武春さん、そして単身で上海に移住し活躍中のタレント渋谷由里さん、中国で大人気のコスプレイヤーザザさんをお招きして日中の最新サブカル事情を伺いました。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容を読み取ったページが